マルトモの商品開発特命係長に就任した杉村太蔵です。全然料理ができない私でも、マルトモさんのこの商品使うと簡単に美味しくできるんだ、ぜひ皆さんね、僕とっても美味しかったのでやってもらったらなと思うのはね、カツオとゴマの朝炊き、これかけるとご飯でも豆腐でも何でもうまくなります。とってもいいのはね、ジップロックになってて、まあ使いたいだけ、まあいい香り。これにね、ほんと適当にキャベツをちぎっただけ、これをねちょっとこうかけるんですよ。でこれを手もみするわけですよ。ここ見て、これだけ、カツオとゴマの朝炊きキャベツ和え、ちょっとした居酒屋のお通しでは全然いけるんじゃないかな。いや美味しいんだよこれ、すっごいすっごい好きです僕これ。これねおすすめです、ぜひ皆さんやってみてください。